皆様、本日はお忙しい中ご参加いただきありがとうございます。本日はですね、タレントとスノーフレークを連携したセルフサービスソリューションについて、ご紹介させていただきます。担当させていただきますのは、そうですね、ご紹介に預かりましたタレントプロフェッショナルサービス部門の大江と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それではですね、早速、中身に入っていきます。本日は、3つのテーマに分けてご紹介させていただきます。まずは、タレントのセルフサービス製品とはどういったものなのかということについて簡単にご紹介いたします。そして2つ目として、タレントとスノーフレークの連携について具体的な内容をご紹介いたします。そして最後に、タレントとスノーフレークを連携した具体的な使用イメージについて紹介させていただきます。それからですね、もしご質問等あればですね、自由に途中で Q&A のとして入力いただければと思います。で、回答の方はすべて説明が終わった後に、読み上げて回答させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではですね、まずはタレントのセルフサービス製品について簡単にご紹介いたします。タレントの製品はですね、皆さんご存知かと思うんですけども、大きく分けまして、機能が豊富な IT 部門向けの製品と、あと使い勝手の良い業務部門向けのセルフサービス製品の2つに分けることができます。今画面に表示させていただいてますのは、タレントのセルフサービス製品になっております。ちょっと英語版で恐縮なんですけど、特徴としましては、すべてウェブブラウザ上で直感的に操作可能なインターフェースになっています。そして、コーディング等の IT 部門のような技術を必要としないといった点が特徴になっています。今回はこちらのセルフサービス精神を中心にご紹介いたします。ではですね、実際セルフサービス製品ってどんなことができるのっていうかと言いますと、こちらに表示してます3ステップですね。1つ目がデータ品質の検証といって、このタレントトラストスコアという機能を使いまして、データ品質を確認するというのがまず最初のステップになります。そして2つ目が、データのクレンジングですね。タレントデータプレパレーションという製品を使いまして、具体的なレコードの中身を見て、データのクレンジング内容を決めて、実際にクレンジングをしていくと、そういった製品になっています。そして最後3つ目がデータの統合集計ですね。データをきれいにした後は、実際にそのデータを組み合わせたり、あとは集計をして、実際に業務で使うような情報を出力すると、そういった流れになっております。こちらはタレントのパイプラインデザイナーという製品を使います。それでは次にですね、タレントとスノーフレークの連携についてご紹介させていただきます。スノーフレークについては皆様の方がお詳しいかもしれないんですけど、スノーフレークは非常に高速で、そして使いやすく、さらにスケーラブルなですね、データベースのマネージドなサービスとして近年急速に利用者が増えております。タレントをご利用するユーザー様もスノーフレークを採用するケースというのは年々増加しております。現在は約1000のですね、タレントユーザーがスノーフレークに接続しております。この図にあるように、2018年は17件のジョイントカスタマーしかいなかったんですけど、ここ数年でも一気に50倍以上になっているわけですね。急速に利用者が増えているということで。これは一例ですが、大変多くのメジャーな企業様がタレントおよびスノーフレークを活用しております。そしてタレント社はですね、スノーフレークのエリートパートナーに認定されています。次に具体的な機能連携について紹介いたします。まずはタレントのトラストスコアという機能です。こちらは、従来のデータ品質ですね、データ品質だけではなくて、有識者によるデータの承認、
それからユーザーからのレーティングや推薦コメント、それからデータの使用実績など、データを安心して使用するための判断基準、こちらをデータの信頼度という形で提供する機能になっています。このトラストスコアを計測する際、スノーフレークのデータをですね、タレントに転送する代わりに、タレントのプロファイリング処理をスノーフレーク側に転送して実行するという連携をしています。これにより、データを転送する必要がないので、データ転送のボトルネックを解消し、さらにすべてのデータを高速でプロファイリングするということが可能になっています。また、タレントのセルフサービス製品によって、スノーフレークへのデータロード、プロファイリング、クレンジング、こちらがコーディングレスで実装可能になっております。また、スノーフレーク、タレントクラウドともに AWS およびマイクロソフト Azure のプライベートリンク機能に対応しております。そのため、AWS 等のパブリッククラウドとスノーフレークやタレントなどのサードパーティー製品の間の通信というのはインターネットを一切経由することなく通信することができます。はい。そして最後ですね、タレントと、スノーフレークを連携したユースケースについてご紹介いたします。こちらでもより直感的にご理解いただけるといいなと思います。まずはですね、前提として少しスノーフレークの機能についてご紹介いたします。これは一例なんですけど、例えばIT 部門が一生懸命ですね、こうソースシステムからデータウェアハウスを作りましたと。で、これを、まあ、業務部門が直接見て活用してもいいんですけど、今回のシナリオとしては、そのデータウェアハウスのうち一部のデータですね、各業務部門が必要な部分だけを抜き出して、各業務部門に共有すると。そういったシナリオをご紹介いたします。まずですね、こちらに書いて赤い枠で書いてますように、IT 部門はスノーフレークのデータ共有機能ですね、セキュアダイレクトデータシェア機能っていうのがあるんですけど、これによって IT 部門が管理するデータウェアハウスの一部を共有対象としていきます。次に、IT 部門は共有データにアクセスするための業務部門専用アカウントというのを作成します。業務部門ごとにこうアカウントを作ってあげるんですね。で、最後に IT 部門は業務部門が共有データにアクセスするためのアクセス権を付与します。これで IT 部門から共有されたデータウェアハウス上のデータに事業部門がアクセスできるようになります。このようなデータ共有機能によって IT 部門、業務部門、それぞれ独立してデータの管理、それからアクセス管理、コスト管理が可能になります。これが大きなメリットですね。またデータ共有のためのデータ転送処理の実装も不要になると、そういった特徴がございます。はい。スノーフレーク上に業務部門、スノーフレーク上でですね、業務部門にデータが共有されたので、次に業務部門がタレントのセルフサービス製品を使い、スノーフレークに接続していきます。今画面に表示していますように、業務部門専用スノーフレークアカウントの接続先情報と認証情報を入力し、スノーフレークに接続していきます。もうこれだけでタレントからスノーフレークへのデータを活用する準備ができました。以降はですね、タレントのセルフサービス製品を使ったプロファイリング、データ品質の検証ですね、それからクレンジング、エンリッチメントの3ステップの流れについて順を追って紹介いたします。まず最初のステップとして、業務部門に共有されたデータセットの品質と信頼度を確認していきます。ここではタレントトラストスコア機能を使用します。それはですね、画面の左下にデータクオリティ、データ品質、書いてあるんですけど、こちらの指標に加えて有識者によるデータの
承認、それから、ユーザーからのレーティングや推薦コメント、使用実績などデータを安心して使用するための判断基準をデータの信頼度という形で、提供している。具体的にはこう有効性とか人気とか完全性とか検索性とか使用状況ですね。こちらに5つの指標をトータルで最終的にこう左上に 2.89 という形で5点満点中何点といったスコアとして信頼度を表示しています。これはまあ判断してこのデータ安心して使っていいかなっていうのを参考にしていただけるというわけですね。でもちろん実際にはですね、ユースケース、お客様 の, そのこのデータを使う目的によって必要な品質レベルとかですね、いうものが異なってくるので、例えばこのスコアだけを見て、信頼できるなとか、あるいは信頼できないなっていうことを、必ずしも一概に判断できるとは限らないわけですね。イメージで言うと、これは食べログのスコアのようなものだとお考えいただけると分かりやすいかなと思います。例えば食べログって私の勝手なイメージだと4とかだと相当良くて、3だと悪くないなとか、2点いくつだとちょっと低いなっていう印象があるんですけど、例えば食べログのスコアが 2.8 だとして、だからといってじゃあ自分が食べに行っても、まずいとは限らないわけですよ。で逆にスコアが高いからといって自分が実際にお店に行って美味しいと感じるかどうかっていうのもやっぱり分からないわけです。そんなイメージですね。ただ食べログのスコアが全く意味のないもので不要かっていうと、そんなことはなく非常に参考になるわけですね。タレントのトラストスコアっていうのも同様に有効な参考情報としてご活用いただくことができるようになっています。失礼いたしました。こちらですね、画面左下のこちらのデータクオリティですね、こちらを見ていただきたいんですけども、赤いカラーバーですね。この赤いカラーバー、こちらが無効の値を示しています。こちら 0.2%、わずかに無効の値が存在すると。で、その下のカラーバーが、こちら黒いカラーバーがありまして、こちらが空の値を意味しています。0% ってなっているので、1% にも満たないんだけども、わずかに存在するというところですね。それから 99.8% が有効な値、ほとんどの値は有効な値ですということがこちらを見てわかります。トラストスコアを通して不正値の存在が分かったので、次のステップとして具体的にどんな不正値なのか実際にデータの中身を見てクレンジングをしていきます。今2つ目のステップですね。データのクレンジングのステップに入りました。ここではタレントデータプレパレーションという製品を使用します。タレントデータプレパレーションは業務部門によるデータのプロファイリングおよびクレンジングに必要な機能を提供しております。例えばこのようにですね、対象データのレコード内容を確認することができます。またこちらですね、画面の右下に表示したグラフのように各カラムごとの統計情報を表示しています。ちなみにこの統計情報を出力するためのプロファイリング処理というのはすべてスノーフレーク上で実行されています。これによってプロファイリング処理のためのデータ転送が不要になり、全レコードに対する高速なプロファイリングが可能になっています。では改めてですね、不正値、先ほど少しだけあったという不正値をこのデータプレパレーション上で探してみたいと思います。まずはですね、不正値を含むカラムを探しましょうということで、こう各カラムを左から見ていってですね、不正値を含むカラーバーを探していくわけですね。そうすると左から見ていってほとんど全部 100% グリーンですよね。なんで問題ないでしょうと。でこう見ていくと、このポスタルコードっていうカラムをちょっと今拡大しているんですけど、そうするとこちらに赤いカラーバー、つまり不正値と、あと空の黒いカラーバーですね、空値が入ってませんというのを意味するもの、それから有効なものですね。このように不正値を含むカラムを見つけることができました。でこちらのポスタルコードっていう記載は、こちらカラム名ですね、になっています。
で、その下に記載しているこの US ポスタルコードっていう文字があると思うんですけど、こちらはですね、アメリカの郵便番号という書式を意味します。したがって、この書式に従っていない不整地が存在しますよという意味になります。カレンドではこの書式のことをセマンティックタイプと呼んでいます。このセマンティックタイプというのは、E メールアドレスや電話番号、それからクレジットカード番号など、よく使用される書式というものが事前に登録されています。また、ユーザーがですね、独自に定義することも可能です。このタレントデータプレパレーションは、各カラムの値を参照し、最も適合率の高いセマンティックタイプを自動的に判断します。それではですね、不整地を含むカラムを特定できたので、次は不整地を含む行のみにフィルタリングをして、不整地を観察していきます。こちらですね、フィルター機能を使って値が無効の行というのを選択すると、不整地を含む、行だけにこうフィルタリングができるわけですね。まずはですね、画面右下のカラム値のパターン情報、こちらを確認していきます。この99999っていうのは、数字ですね。数字5桁を意味します。そして下の赤いカラーバーですね。こちらが現在表示中の値、つまり不整地になっています。で、ほとんどのですね、値は5桁なのに対して、不整地は4桁になっていると。このことから、アメリカの郵便番号の書式っていうのは、5桁でなければならないんだろうなっていうことが、なんとなく想像できるわけですね。さらに、不整地の具体的な値を確認していきます。ここに6874とか7090、こちらが実際の不正な、アメリカの郵便番号になっていると。で、これと、例えばこのシティカラムですね、フェアフィールドとか、ウエストフィールド、具体的に値を見ていって、この対応を確認していくんですね。そうすると、全く的外れの値になっているっていうわけではなくて、これ実は先頭文字の0が抜けているんだなっていうことが、分かりましたと。今、そういうストーリーでお考えいただければと思います。したがって、先頭に0をつければ、これ解決できるなということが、分かったと。で、クレンジングの内容が決まったので、実際にクレンジングをしていきます。画面の右側ですね、こちらに表示しているのは、タレントデータプレパレーションで可能なクレンジング処理になっています。値の変換やマスキング、それからカラムを分割したり統合したりなど、多様な処理を選択することができます。ここではですね、余分な文字を追加という処理ですね。こちらを選択します。そして条件を入力していきます。サイズは5桁ですね。で、追加された文字は0。で、1は左。なので、例えば4桁だったら左から0を5桁になるまで追加していくと、そういった処理になっています。こんな感じでコーディングレスで処理を記載できるわけですね。そして追加した手順は画面の左上ですね。こちらにレシピとして保存されます。これ今処理1個だけなんですけど、こんな形でどんどんですね、処理を追加してレシピとして作っていくことができます。このレシピはユーザー間で共有したり再利用することができます。この機能により、一度誰かが作成したクレンジング処理を他の人が繰り返し作成してしまう手間を省くことができます。また、みんなが同じクレンジング処理を使うことによって、データ品質の安定化も図ることができます。で、レシピを作成したので、こちらを実際に適用していきます。で、適用すると、今画面に表示しているように、不整地がなくなったということを、このカラーバーで確認することができます。タレントトラストスコア機能からもデータ品質の向上を確認できます。
こちらですね、無効の値や空の値がなくなって、すべて有効値となったことが分かります。その他、データスチュワード等の責任者が承認をしたり、データを利用する各ユーザーがデータを評価することにより、こちらの信頼度が向上していきます。先ほど2.8だったのが、クレンジング処理とか、この評価とか承認によってどんどん上がっていく様子が見て取れます。はい。そして、クレンジングが終わりましたので、データ品質とデータの信頼性が向上したわけですね。なので、最後のステップとして、このデータを使ってデータを統合、集計してデータの価値を高めていきます。ここでは、タレンのパイプラインデザイナーを起動します。この製品は、業務部門がデータを統合、集計し、データをエンリッチメントするための機能を提供します。まずは、スノーフレーク上の入力テーブルと出力テーブルをですね、このようにそれぞれ配置していきます。次に、変換処理を追加していきます。こちらの入力データと出力データの間にあるプラスボタンですね。こちらをクリックして変換処理を追加していきます。こちらの画面のように、タレントパイプラインデザイナーはデータの正規化、それから結合、集計、フィルタリング処理などを追加可能です。また、データのクレンジング、マスキング処理等も追加することができます。その他ですね、分析の担当者が、例えば Python で記述した既存の分析プログラムを組み込んで再利用するといったことも可能です。はい、ここではですね、データの結合処理を選択してみます。今回はですね、仮にストーリーとして注文情報と、あとはお客様からの返品ですね。返品情報を結合して、返品したお客様、顧客の一覧を生成すると、こんなストーリーを、考えてみました。開発の過程で各データセットのレコードやプロセッサーの途中出力を確認することができます。例えば今、この結合処理の結果をですね、こちらのデータプレビュー画面で確認しながら、どんどん処理を追加していくことができるようになっています。で、パイプラインの実装が終わったので、パイプラインを実行していきます。で、パイプラインの実行時には、実行環境として、タレントクラウドが提供するマネージドなサーバーを使うことができます。その他に EC2 などのパブリッククラウドの仮想マシンやデータブリックス等のビッグデータ処理基盤上で実行することができます。はい。そして出力結果を確認します。で、今回のケースではこの一番右のカラムですね、この返品を意味するリターンドっていうカラムが追加されていて、値が true になっていると。あ、yes ですね。こちらはつまり、返品した顧客の一覧が無事に取れてますよと。そういったストーリーになっています。で、最後にタブロー等の BI ツールにて出力データをもとにレポートを作っていくと。こんな流れになっています。はい。以上のようにですね、タレントのセルフサービス製品を使うことで、業務部門自らデータのプロファイリングからクレンジング、エンリッチメントまでをコーディングレスで直感的に実施できるようになっています。以上でタレントとスノーフレークを連携したセルフサービスソリューションの紹介を終わらせていただきます。はい、ご清聴ありがとうございました。ではですね、残り時間も3分ほどありますので、こちらで Q&A の方入らせていただきます。で、ご質問ですね、セルフサービスのデータロード、プロファイリング、クレンジングもタレントにデータ転送することなく、スノーフレーク上で、可能でしょうかと。
そうですね、先ほど、そうですね、申し上げましたように、プロファイリングについては、トラストスコアという機能が使えるので、スノーフレーク上で、実行することができます。ただしですね、データプレパレーションとか、あとパイプラインデザイナーにあるような実際のクレンジング処理、プロファイリング以降の処理ですね、クレンジングとか、集計処理とか、統合処理っていうのは、残念ながらスノーフレーク上で今実行するということはできないので、弊社が提供している、実行サーバーを使っていただくとか、その他に、ビッグデータ環境ですね、データブリックスを使うとか、コンテナを使うとか、さまざまな実行環境上に、弊社のそのクレンジングの処理を、転送して実行すると、そういったことができるようになっています。で、次のご質問ですね、レシピはどのように共有されますか？そうですね、レシピの共有は、ちょっと今日はご紹介してなかったんですけども、先ほどご覧いただいたウェブ画面のように、ウェブのインターフェース上からレシピの一覧というのが出てきますので、そちらを選んで、共有ボタンを押して、で、データプレパレーションのユーザーとかグループを選んでいただくと、そういったことで、レシピを共有することができます。はい。で、次のご質問ですね。タレントスタジオ ETL とパイプラインデザイナーの違いは何ですか？こちら、いいご質問ありがとうございます。タレントスタジオというのは、タレントが提供する IT 部門向けの ETL ツールになってまして、こちらもパイプラインデザイナーと同様にデータを統合したり集計したり加工することができます。で、こちらは基本的に IT 部門向けなんですね。なので非常に高機能になっておりまして、統合集計だけではなくデータプレパレーションにあるようなクレンジング処理もできますし、割とあらゆる処理がですね、こうタレントスタジオでできてしまうと。ただし、タレントスタジオもですね、コーディングレスではできるんですけども、やはり若干ですね、Java 言語の知識を、使ってデバッグをするとか、比較的、業務部門からするとちょっと敷居が高い部分もあることは否めないんですね。で、そのために、例えばパイプラインデザイナーっていうのは、よりタレントスタジオより使いやすくなっていまして、機能はタレントスタジオほどたくさんのことはできないんですけど、トレンドスタジオよりもですね、より直感的に使いやすく、データの統合や集計ができるようになっています。こちらで全部ですかね。はい。大江じゃあさちん、ょっもう一つですね。こちら、時間もあれですので、最後のご質問とさせていただきたいんですけれども、データの信頼性はテーブル単位で見る形でしょうかというご質問が来ています。はい。ありがとうございます。そうですね。はい。基本的には、テーブル単位で、現状はですね、見ることになっています。データセットっていう単位で、テーブル単位に、信頼度っていうのを見ていくんですけども、すいません。ちょっと私もちょっと正確なところを把握しきれてなくて恐縮なんですが、テーブル単位ではなくて、よりスキーマ単位とか、データベース単位とか、大きな単位で見れる機能っていうのも、現在、今後ですね、入ってくる可能性は非常に高いかなと思っております。はい。現状はですね、テーブル単位と認識いただいて結構です。はい。では、ちょうど時間になりましたので、Q&A はここまでとさせていただきたいと思います。は